粘土絶品大会よいしょどうめちゃの話ですどうせルースもちですはい、ということでですね、はい、今回はですね、粘土絶品大会でございます。はい、何ですかそれは。僕たちの年代ではもう粘土使うことない。確かにないね。でも粘土で僕は遊びたいと思って遊べばいいじゃん普通に。でもそれはもうちょっと限界があると。あ、僕らは美術性に欠けるところがまあ若干あるので、それだったら料理しちゃおうと思って。ワンランク上の、ね、ワンランク上の遊び。なんだろう、料理ですこれはもう。粘土を美味しく作ったやつがもう勝ちということで、はいはいはい、とりあえず今回はチーム負け、ここ真ん中でね、はい、チーム2000年対チーム2001年で分かれてね、はい、この前調べたんですけれども、はい、2000年生まれの方はあのミレニアムベイビー、2001年生まれの人たちは新世紀ベイビー。おー、なんかかっこいいじゃん。ミレニアム対新世紀っていう、かっこいい。負けてる気がする。ちょっといや、かっこいいだろ、まあ、名前だけ。ということで、それぞれのチームでね、あの粘土を使ったレシピをね考えてきてもらったので、はい、まあどっちが美味しいのかっていうのを対決していこうという企画でございます。はい、わかりました。はい、それではやっていきましょう。はい、はい、うまいね。うまいね。え、今回ですね、あの食べても大丈夫だよっていう、こうこれを使っていきたいと、はい、うん、思います。まあ、いくら食べても大丈夫とはいえ食用ではないので、皆さんはあの決して真似しないでください。俺ら結構これ作るやつには合ってる色。本当に。じゃあ調理していきましょう。はい、おしゃやっていこう。ということでミレニアムチームです。で、今回ですね、粘土で、はい、まあ、ドーナツの方もね、お作っていこうという、まあ、カイト君の案なんですけれども、はい、まずですね、いちごっぽいの作ろうってことで、ピンクあるんですけれども、で白と赤で、その次にこのピンクと黄色でこれオレンジの色を作っていこうかなって思います。よし、はい、え、そんな固形状。あ、柔らかい。ちょっと味見どう。味見、味見してみますか。俺なんで、俺なんで。あ、こ嗅いだことあんな、この匂い。どう。え、なんかめっちゃ食べれそう。しょっぱいんだけど。しょっぱいの。ありえんぐらいしょっぱい。いただきまーす。やばい。しょっぱくない。え、塩の塊食ってる。やっぱ、そうそうそう、やばいよね。汚れ塩と俺がやってる。かっこいいよ。はい、もう手でやります。ね、いい感じの生地がね出来上がってきた。なんまなんなんな、生地が完成したので、もうぶち込んでいきましょう。もうどうなるかは知りません。塩覚悟でいきたいと思います。いけ。やばい。ちょっと待って、え、もう真っ黒なんだけど。結構いいんじゃないですか、2個目は。直接当たったね。おい、いいじゃん。もう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 、よし、もういいんじゃない。ちょっか、できました。できました。いきましょう。よし、どうも新世紀チームです。というわけで、僕たちの作る料理はですね、2種類あります。まあ、一つはカレー。インドカレーのナンの部分を粘土にしようかなということで、カレーっていうね、味の強いものにナンをつけて食べれば、ナンのつけじゃないや、粘土だ。二つ目が、若い子にすごく人気なタピオカを作っていきます。タピオカミルクティーですね。バズるね。早速作っていきたいと思います。はい、カレーはもう買ってきたんだね。なんだそれは。うわ、美味しそうですね。これは使いません。めっちゃいい匂いするんだよな。はい、こちらが今回使うカレーでございます。うわ、うまそうすぎ。うまそう。ちょっと食べよう。いやー、いただきます。うまっ。うまい。混ぜていきます。ケミカルな、こんな感じで混ざったんで、これをナンの形状にしていきます。ほぼ紫タピオカにしていきます。1個こんなもんで作ってきます。ナンはこんな感じで完成しました。これをナンらしくね、アルミホイルに包みましょう。こんな感じになりました。1品目完成でーす。いきます。うーわ、なんかブルーベリーみたいな。はい、こんな感じで入りました。で、ここに紅茶家電をね、そのまま飲みたい。え、でも、おお、すごい、ありじゃないこれ。すごい、おお、この組み合わせはもううまいでしょ。うまいよそれは。というわけで完成しました。
完成でーす。できましたじゃあミレニアムチームから発表お願いします。はい、はい、少々お待ちください。はい、作っててわかるけどさ、うん、同じようなものを持ってこられると思うとさ憂鬱じゃない。はい、目つぶっててくださいね。まだですよ。それでは目を開けてください。どうぞ。はい。おおえ、すごい。ドーナツでございます。え、美味しそうなんだけど。でもまあとりあえず、とりあえず食べてもらおうかな。え、すごっ。こっちが蜂蜜かかってて、はい、こっちがチョコソースがかかってて、いや、美味しそう、普通に見た目ではすごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。新鮮系チーム、持ってきます。いきます。はい、このクオリティでさ、おーってことはさ、してんじゃない。そう、感じめっちゃ臭いんだけど。それでは、目をお開けください。はい。うわ、どういうこと。カレー。これ開けていいですか。開けてください。やばいよ。粘土じゃん。2つ作りました。カレーのナンを粘土に変えるという技。もう一つこちら、タピオカ。そうです、最近流行ってるタピオカミルクティーを作りました。なるほど。一見わかんないですよ。上澄みだけ食べるわ、ちょっと。食っとる食っとる。中絶対あれやん。あれ、ええ、うまい。うまい。でもね、すごいよ。本当に言われなかったら、うわ、マジドーナツってなる。すごい。めっちゃ痛い。やった。それはやばい、やった。あー、うまい。まる粘土感はない。すごい、うまそう。そっちは普通に、そっちはまあまあいいと思うんだよな。どうですか。あー、うわ、やばい。なんかファーストコンタクトはマジでドーナツ。え、ちゃんとドーナツやってなる。で、噛んでいくと中にちゃんと粘土がいる。やば。うまいやん。熱っ。わ、うまそうだな。うっ、顔がおもろい。顔がおもろい。人生に出るかもしれない。人間の食べるもんじゃねえ。じゃあいただきます。召し上がれ。味わってからね、ちゃんと。ちなみに、ちゃんと噛んでみ、ちゃんと噛んでみ。どっちどっちだ。よくそんな噛めるな、お前。危ない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 。でも本当に味のリアクションすぎる、やばい。ほら。じゃあ続いてね。リスペクトコンチャ。そう。おお、きついわ。カメラじゃ伝わんないんだよな、このキモさ。おいしいもんね。早くしろよ。飲みたくねえし、食いたくねえよ、これは。じゃあ俺が言ってやる。うわっ。レンズ。レンズ。気になっとるかな。これと、バロ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 。お前、あ、でもお前ミルクティー一気飲みでいいよ。いや、バカだよ。ミルクティー一気飲みしよう。いや、じゃあお前は無理だったら、タピオカ食べなくていい。グビグビいけ。なんで持ってんの、なんで持ってんの。おい、飲み足りないから持ってんの。おい、飲んで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 。